ただいま。休んでた間何してた？何してただろう。なんか特に特別なことは何もしてないけど、あ、でもね、外はめっちゃ出た。外はめっちゃ出たね。オムライスは食べてるの。オムライスは多分 3,4 回食べに行ったね。旅行とか普段できなそうなことした。もうしたした。遠いとこ行った。ちょっとどこ行ったかとかは言えないけど、エマちゃんの歌ネタ聞きました。聞いた。選曲がさ、めっちゃ意外でさ、うわめっちゃいいねってなった。あとね、ひーちゃんのも聞いたし、すなちゃんのあちゃんのやつも聞いたよ。最近はゲームやってましたか？最近エイペックスしました。なんかね、いろいろ変わったって聞いたからちょっとやった。なんかすごいいっぱい変わってて、おーってなった。ネメシス強いらしいけど、ちょっと私下手すぎて全然当たんなくて悲しくなったわ。ねえ、むずくない？あ、そう、ライフラのね、ウルトがね、降ってくるのめっちゃ早いんだよね。呼んだらすぐ降ってくるようになったよね。あれだけでかなり、なんか、使いづらさがなくなったなっていう気はする。お休みしてた理由ってなんだろう？休みたくなったからですね。メッシさん増えたけど、そういえば喋ったりした。うん、喋った。ミーティングの時にね、一回喋った。これからよろしくねーって言って。喋るの二回目だねーって言って。これからよろしくねーって言って。そう、二回目だってね。前、そう、初めて喋った時が、アルファさんのカスタムの時に、そう、バロの。その時にね、一回喋ったから。あ、でもね、休んでる間にね、一回ね、海をね、見に行ったんですよ。冬の海ってめっちゃ寒いのな。冬の海ってとんでもなく寒いのな。びっくりしたわ。こんな寒いことあると思って。泳いでない。もう砂浜まですら行かなかった。風がさ、めっちゃ強くてさ、もうね、飛んでちゃうかと思ったんだよね。くっそ冷てえ風がくっそ吹いてくんだけどってなって。でもなんかめっちゃ寒いことにめっちゃウケてたわ。めっちゃ寒いんだけどつって。寒すぎて逆に笑えるみたいな。海いいよね。あ、これが水平線かとか言ってたもん。あ、これが水平線かつって。水平線が光る朝にっつって歌ってた。海で。そう、ちょうどね、夕方に行ったからね、天気はぶっちゃけ悪かったんだけど、めちゃめちゃ曇ってたんだけど、逆に雲の隙間から見える夕日、エモいな、みたいな。あと、なんだろうな、なんか久々にアニメとか見てたわ。そんないっぱい見たわけじゃないんだけど、普段ね、全然アニメ見ないんですけど、おすすめアニメは、最近、見たのだと、漫画読んでるからかもしんないけどね、あけびちゃんのセーラー服っていう作品がね、もともと漫画が読んでてアニメ化されてたからちょっと見たんだけど、いいねって思った。あとは、あ、そう、東京グールもう一回見たわ。もう何回目かわかんないけど。バイオレットエヴァーガーデン、あれを途中まで見てます今。あと何しただろうな、休みの間。あ、ウサギ触りました。ウサギ、生きてるウサギを。とん
でもなくあったけえんだわあったけえちっせえモフモフが生きてんの、なんかもう感動したわ死んでなくてよかった。いやうちにさあのうさぎのぬいぐるみがあるからさいつもさあのうさぎのぬいぐるみちょっとデカめなやつと一緒に寝てるんだけどあのそいつはぬいぐるみだからさあの生きてはないんだけどそうだからねあの生きてるうさぎ触りに行ったんだよね。飼いたいって思う派？うんうん全然小柄自分の世話も自分でまともにできてないのにペットなんて飼ったらもう何も世話できんよ。うちで飼ってもねあの幸せにしてあげらんないからねまあそうね、うちにはねゴンザレスがいますからねえねえ、まあ、ゴンザレスはね私が世話しなくてもねあの生きていけるんで。え、なんか棚から物勝手に落ちてきたわ今怖ウケるポルターガイスト、うん、なんかもう一人飼ってるかもしんないわ。まあ仲良くしような。幽霊さん怖くないの？現実の幽霊は私見えたことないから怖くないね。お願いがあります。ウィンクしてください。お願いします。できない。できてる？ああ目パチパチする。トットさんは風紀委員会に入ったんですか？風紀委員会ん風紀委員会って何？すーちゃんのやつ？何？なんか私勝手に委員会に入れられてるん？あ、なんかツイートしてたな、そういえば。なんかそのツイートだけ見たわ。風紀委員は何をしたらいいんですか？スーちゃんが下ネタ系のメンバーを取り締まるみたいなやつ。あー、なるほどね。スミレ会長がピンクの切り抜きを見てセーフかなとか話すやつ。おもろそんなことしてたんだ。休み期間中お一人になられました。よっしゃー、測るか。痩せたわ。 40.6 痩せたわ。確かに外出たから痩せたんかな。え、でもね配信してる時よりねいっぱいご飯食べたんだけどね。それではお疲れ様でした。また明日ね。バイバーイ。